GLP-1 とは、DPP-4 阻害剤とは、そのことについてお話したいと思います。GLP-1 というのは、グルカゴンライクペプタイド、グルカゴンのようなペプタイドのことを指します。医療用語ですけども、一般的にはインクレチンと呼ばれている、作用のですね、主たる薬剤が GLP-1 であります。DPP-4 阻害剤というのは、この GLP-1 を分解する場所がありまして、そこの場所をですね、分解を阻害する薬のことであります。ですから、阻害剤と。分解する場所を DPP-4 と言います。ですから、そこを阻害するので、DPP-4 阻害剤という、薬剤名がついております。次のスライド。GLP-1 というのはここに示しましたような構造を持つペプチドであります。そして、DPP-4 分解酵素というのは、このアラニンの隣にある、分解酵素であります。この場所に働きまして、GLP-1 が分解されます。大体、食物が小腸に入って、小腸下部で L 細胞から GLP-1 が分泌されますと、約半劇にして1分から2分、1.5 分ぐらいで GLP-1 は分解されるということが知られております。ですから、DPP-4 分解酵素を、これを阻害する薬剤を飲みますと、GLP-1 が分解されません。つまり、GLP-1 のまま、この形のままですね、血液中を流れ、膵臓に届き、インスリン分泌を促すということが期待できるわけであります。GLP-1 自体はですね、このようにペプチドになっておりますので、なかなか口から入れますとですね、分解されていってしまって、このまま体内に入りません。ですが、体内にある GLP-1 を上手に利用して、それが分解しにくくしてしまうとですね、体内にある GLP-1 を大切に使ってその濃度を高めることができる。その発想が DPP-4 分解酵素阻害剤の発想であります。いずれにしましても、GLP-1 製剤というのは GLP-1 濃度、血液中の濃度を高め、膵臓に働き、インスリン分泌を高め、GLP-1 の様々な膵内作用、膵外作用を利用するという意味においては同じような、結果を期待している薬剤であります。次のスライドに移ります。これはもうちょっとですね、一般の人に分かりやすく、漫画にしたものであります。GLP-1 というのは、実はですね、膵臓から、膵臓に働く前に活性型と、いう GLP-1 という形になって小腸で分泌されます。それがですね、DPP-4 分解酵素がありますと、チョキンとですね、切断してしまうんですね。そうするとですね、活性型 GLP-1 が不活性型 GLP-1 になってしまう。不活性型になってしまうとですね、せっかくの GLP-1 の作用がですね、効果を示さないということが分かっています。ですから、この活性型 GLP-1 を分解させない、阻害する、防御するというのがこの漫画で、書いてある、いわゆる盾を持っているような状況でありまして、DPP-4分解酵素が来てもですね、それを阻害してしまって、活性型 GLP-1 のままにで温存するというようなことを作用基準とするのが DPP-4 分解阻害剤であります。次のスライドに移ります。食事をとりますと消化管より GIP と GLP-1 が活性化され産生されます。まあ、ここではインクレチンの話なので GLP-1 だけに絞りましょう。で、GLP-1 が活性化されて分泌されるんですが、速やかに分解されるんですね。大体半減期が1分から2分、1.5 分と言われております。速やかに、GLP-1 が不活性化されると。非活性化される、不活性化されると。もう活性がなくなってしまう。そこに対して DPP-4 の阻害をすると。分解酵素を阻害するということになると、
活性化された GLP-1 がそのまま残り、生理作用を発現するということになります。ですから DPP4 分解阻害剤は GLP-1 の活性型 GLP-1 を有効に活用するための薬剤であるということかつ、それは、内服薬剤として成立するものであるので広く、世界中で普及しているということであります。以上です。